ウォラウィマクディウォラウィマクディは第16代対サッカー協会会長である。2007年より対サッカー協会会長を務めている。FIFA の実行委員会には1997年より選ばれており、現在 FIFA 女子サッカー部会の会長を務めている。2011年5月には 2018FIFA ワールドカップ招致活動の際に、 フットボールアソシエーション前会長のデビッド・トリーズマン氏がマクリ氏はイングランドへ投票する見返りにタイ・タイ,イングランドの国際新善試合のテレビ、放映権を要求したと発言、大サッカー協会会長会任騒動に発展している。さらに同年11月には FIFA が発展途上国をはじめとする世界各国で競技場やサッカー関連施設を建設し、 サッカー普及に努める事業、FIFA ゴールプロジェクトにおいて、自身の所有する土地にプロジェクトを展開する費用86万ドルを経費に計上したとして FIFA フフから不動産等規模の提出を要求される騒ぎを起こし、2012年9月には、収賄であるとして、大サッカー協会解体騒動にまで発展している。さらに、プロジェクトにおいて、施設建設を発注していた、 韓国の業者に建設費用不払いで提訴され、施設建築計画の契約は履行されなかったとして、韓国の業者を逆提訴している。ありがとうございます。